仕事って、うん、僕たちが学生をしていた時代とは、うん、全く違う形になっちゃって、うん、そうなの？いや全く違う形になってる。僕らの時はもう何々高校行って何々大学行ってどこどこの商社に入ると特 A みたいな、あこうなると B、A でこの辺は B の上でっていうコースが決まってて、うん、でどれにあなたは行きますかみたいな、うん、だから高校しくじると、うん、ああもう B より上は狙えないみたいな、うん、なんかこう決まった時代だったけど、今はあまりも自由になっちゃったために戸惑ってる人と、うん、僕らみたいにラッキーっていう、こういう時代向いてるんだけど、みたいな、その、人と、別れてるっていうのはあるかもね。そうだ、でも俺も確かにお袋が、なんか未だに覚えてるけど、その大学行かないっていう人生はない。っていう、なんか、ルールを被せてきてて、自分もそういうふうにまあまあいい大学行ったから、いろいろ、まあ、人生の選択肢みたいな言葉を使われて、なんか上に上がれば上がるほど選択肢が広いから、うん、今は頑張りなさいみたいな、うんうん、でもなんか俺お袋となんていうか、まあまあ仲良しっていうかだったから、うん、なんかほら尾崎とかブルーハーツとかボーイが言ってることと、うん、お袋が言ってることが噛み合わないっていう中でちょっとどっち二択になった時に、でもさすがにお袋知らないやてめえとか言えなかったから、うん、一応、浪人して、河合塾行って、でも、その時も、教科書とかに、なんか、こう、なんで勉強しなきゃいけないんだろうとか、なんかそういう、尾崎状態って言うんだけど、そういう、絶対に偏差値が上がらないパターンだよね。自分がやってることに矛盾を抱えながら、こなしてるから。でもね、歩みたいな、こんな破天荒な人間ですら河合塾に行ってしまうぐらいの強い流れがあったの。そう。普通行かないじゃん、どう考えても。そう、だから、ちょっとなんかそう、今の話で、ピンときたの。そう。なんだろう、あの、圧迫力というか、本当に心から違うんじゃねって思ってたら、俺、お袋にも言えたと思うんだよね。なんかそういう変な関係じゃないから、上下じゃないから。でもなんか、お袋が本気で言うっていうことを、だけじゃなく、今そうか、確かに思うか。ちょっとなんか、やっぱワールドがあったんだね。あった。こう、ちゃんと行けよ、大学みたいな。そう。僕は、あの時代には珍しく、中退してんのよ、大学。高校進学校に。やっぱなんかその中で一番みたいな。なんか、高校って公立？公立。うん。公立のすごいいいとこ行ったから、全然上にはいないわけよ。うん。だけど、太宰府天満宮で買った鉛筆が、答えを教えてくれて。何それ神社。うん。そこね、学問の神社。その頃からなんかちょっとそういう小ネタを挟む人だったっけ？小ネタっていうか、もう頼ってる。本気でだって勉強しても成績上がらなかったから、もう、っていう感じで、教えてくださいよ、つって。で、塗ったら、すごい高得点が出て、これやばいんだけど。え、何？どっちの受験？大学受験？大学受験。ちなみに高校受験もそこの鉛筆で見てる。ほら、こうやってこういう話でごまかされちゃダメなんだよ。適当にネタで言ってんだから。いや、でも勉強すごくガチでしたら努力するタイプ。でもできるでしょ。できなかったの。あんまり勉強できなくて。その、だから大学は日体大に行く予定だったの。あ、でもそうか。その頃だから勉強モチベーションはメインじゃないんだよね。やんなきゃいけないものっていう。そう、やんなきゃいけない。でも、高校までそういう意味で結構似てるね。俺も公立の一番いいところ。あ、そう。うん。その、やんなきゃいけない感じで。そうそう、なんか、こう、ちょっとこなして、でも、だから、たくみさんはスポーツがあったじゃん。俺はヤンキーだったから。うん。で、でも今、勉強は抑えなきゃ。メインストリームじゃないけど、しょうがないっていう感じで。で、高校行って、で、大学、スポーツでメインで行ったの。だから、スポーツで大学行く予定だったのが、共通一次センター試験でいいのが出たから、おらこらって国立行けるじゃん、みたいな。で、国立大学。行って。体育ね。あ、じゃあ、その、大学でもガチガチで運動やってたの？やってた。陸上だよ。日本でトップ30。30が微妙な数字だね。それがそこから上行けなくて。めっちゃ頑張ってる、陸上は。で、まあ、で、家が継ぎたくなくて、で家新宿屋さん。継ぎたくなくて、10代の時に知っていた自由な大人っていうのは、体育の先生だった。
あんま自由そうじゃないけど。いや、だから今になって分かるわけよ。でも10代の頃僕にとって、自由な人いるかなと思ったら、体育の先生、体育教官って、ストーブの上でおでん作ってたから、うん、ああいうのいいなっていう。ああ、それが象徴的な自由。象徴的な自由だったけど、で、金八先生を見ていて、うん、本当に金八先生みたいな先生がいらっしゃって、うん、で、可愛がってもらって、うん、俺もああいう先生になるんだっていうのが僕の職業感。当時の。で、自分の生き方が人の生き方に影響を与えるなんて、なんて素晴らしいんだという自分だったのね。いや、すっごいちっちゃいとこだよね。ちっちゃいところだよね。ちっちゃいところ。で、もう大企業に入る人は素晴らしいみたいな時代なんだけど、今も大企業って人気がさらに出てきて、うん、僕らの時は安定でしょ、うんうん、今のね、子たちが大企業を目指す大きな理由は、うん、労働条件をちゃんと守ってくれるっていうのが、うん、大企業の素晴らしい点なんだって。何なんか残業がどうこうとか、そうそうそう、休みとか。ちゃんと休みをちゃんと取らせてくれて、うん、ちゃんと何時に上がるっていうことが、うん、大企業は社会の目があるから守ってるじゃない、うん。中小企業になるとその辺ごまかしたりして、ちょっとこう遅くまで働かしたりって、あるじゃない、うん、だからそれを守ってほしいから大企業に行く人が最近いるんだって。わかんない。働きたくないのかみんな。そう、だから、仕事の時間を短くしたいわけでしょ。その元々の欲求は。選ぶ理由というか。そうかも、そうかも。でもね、こういう思考もあって、あの、就職しませんかっていう雑誌何、こう、そういうのなんていうの、求人雑誌のコピーライターをやってる子がいて、で今すごいコピーライティングが重要視されていて、うん、昔は休み何日、給料いくらぐらいで書くと人が集まってきたんだって、うんうん、だけど最近の人はやっぱり企業理念が重要なんだって、うん、なんか社会に役立ちそうだなとか、うんうん、あの社員と家族みたいにお付き合いしてる会社なんだとか、うんうん、ああいう企業理念が重要で、うん、で逆によく書きすぎて入ってからがっかりして辞める人がいたりするからその辺もインタビューをちゃんと取って入った人が裏切られた感がないように、かつその企業が醸し出してる世界観をちゃんと書かないといけない時代になったんだって。それはいいことだ。いいことだよね、うん、あれだよね、パタゴニアだよね、まさに、うんうんうん、なんかパタゴニアって会社あるじゃん、うん、それ説明しないと分かんない。あ、そうか、うん、パタゴニアって露骨に、まあアメリカのあの、北カリフォルニアで始まった、今、洋服のブランドあるよね。うん、で、なんか、一番最初、あの、パシフィカイロンワークスっていう名前で、ちっちゃい、あの、社長さんが、こう、鉄の山登るときにペグって、登山に使う、あのペグを作る会社、みたいな感じで始まった、まあ、ちっこい、なんか、なんつうの、個人事業だったんだけど、まあ、めちゃめちゃ金かけて、それをただ打って、自然に帰って、こう、なんて言うんだろう、ゴミになっちゃわない、うん、そんなこと誰もまだ今みたいにエコとか誰も言ってない時代だったけど、山を本当に愛するならそういうことをちゃんと考えて作んなきゃいけない、一個一個は高いけどみたいなとこから始まって、ちなみにその時のロゴが葛飾北斎ね、なんだけど、うん、うん、でまあその辺から始まって、極端なところから、いや俺たちは金を稼ぐことの前に幸せにかっこよく生きる、まあ魂の叫びに従って生きるみたいな言い方をしてるけど、あの人はことのために仕事してんだよなっていう前提を確認して、だからみんながサーファーだったんで、その人たちは。だから波がある日は、それは仕事は休みだろうっていう前提のもと、波がある日仕事休み、会社休み、みたいなルールが、家族をこう痛めつけてまで金稼いだら、意味、その幸せに生きるために会社をやってるんだから、おかしくねえかっていう話で、その家族のことがあった場合、休みが取れるとか、なんかそういうことを社長自らが、やっていって、それであの大企業になってると思うのが面白いね。それでちっちゃいままなんか存在してるっていうんだったら、なんかちょっとありそうな話なんだけど、うん、だからその時にパタゴニアはまさに日本だと森永さんっていうね、うちらの仲間の人が作ってるけど、もう早々に100か条とか出してるわけよ、うん、パタゴニア的なんかエスクワイアの雑誌と組んで、めっちゃかっこいいよな、うん、あ、なんか今なんか2万とかしちゃうかもしれないけど、アマゾンで森永さんがプロデュースして、うん、なんかそう、百箇所みたいな。パタゴニア、見に行ったよね。そうそう、行ったよね、一緒に。わざわざ本店。ここからスタートしたのか、みたいな。うん、ラーニングマン行った時ね。そうそう、うん、今日夕方いい波入るから、仕事みんな早めにちゃんとやっとけよ、みたいな。そうはそうはしてる。
あと、あれだよね。あの、子供が生まれて辞めるって、なんで辞めんのって、いや、子供が生まれたから、連れてくればつって、そういう動きを、あの、アメリカでも、もう本当に初期にやった企業だよね。うん。うん、まあ、そこまではないと思うけど、でも各企業自分のところを大切にしてるところを、あの、世の中に打ち出すと、その考えにアグリーって思う人が集まってきて仕事が成立するような時代にはなってきてるんだよね。うん。それはでもいいことだな。いいことだよね。うん、でもさ、今の話じゃないけどさ、なんかこう仕事を選ぶみたいな、もう俺もそういうとこに行ってね。うん。で、なんかずっと違うと思ってたのは、なんかこの中から選べっていう感じ。うん。うん、なんかもう、それが嫌だっていう。うん、なんか大ベース、なんか。なんか、マシなものっていう。うん。なんか、これがいいじゃなくて、まあこれでいい。っていう感じになっちゃってる。なんか多分今思うと、それ自体がストレスで、うん、まあ、あの、リクルートとか出してる会社リストみたいのを、うん、まあ大学の時もそうだけど、うん、見てない。なんか、なんていうの、細かく、うんうん。なんかその前に、なんか、この中で俺の人生的な大事な時間を決めろって言われて選ぶ俺が嫌だっていう、うん、なんかそういうのがすごいあった気がして、うんうん、でも今もそうかも。なんかこう、すごい大企業とか就職して、うん、あ、俺なんか匠さんともよく話したことだったじゃん。二人で飲んでて、まあ俺ら今いろんなことやってるけど、もし今は別に単品の人間としての力を試すっていう意味で、その辺にバイトで入って、究極だとマクドナルドに二人でバイトで申し込んで、多分採用されないけどね。だけど、まあ仮に入ったとして、二人がただ一バイトで、麻布十番店とかで、いらっしゃいませーとか言って、2歳、まあ3ヶ月だったじゃん、3ヶ月。で、どっちが上まで登れるか。バトルとか言ったら、多分一番俺らの人間が問われるっていうか、うん、だから得意な場所だったら、例えば俺トイザラスとか入ったら、俺も子供の一緒にトイザラス通いまくり、常に、ここ、こっち置いた方がよくねとか、ここにこのおもちゃあった方がよくねとか、ずっとコメントした人なのよ。だから俺本当に思うけど、トイザラス今全部、なんかじゃあ今仕事クビになって、なんかよくわかんない。なんか麻薬とかで捕まったり、いや、で、高橋歩、なんかやっぱり終わってるとかネットに書かれて、で、なんか本とかも出版、あの、書店から全部下がっちゃっても、俺今トイザラス就職したら、多分1ヶ月で主任になる。あ、こういうこと言うとトイザラスの人ごめんなさい。だけど、なんか、なんて言うんだろう。そういうふうに、ものを考え、でもこっちから選んで、ピザーラも即主任になれると思う。なんか。いや、うん、絶対上司になりたくない。登ってくんだよって上司が辞めていくんだよ。絶対上司になりたくない。あと、ユーチとかとも話して面白いよ。仲間、なんか仕事一緒まで行ったってる。うん、と、もし、今、その、サラリーマンがどうこうっていう話をするんだったら、俺ら仲間3人で、選んで3人の仲間入って、ちょっと大企業に普通に、なんとか石油みたいな、なんかところで普通に就職しようと。で、3年で、IM を社長にするっていうプロジェクトをやってみたらどうなるかみたいな。俺、あ、すっげえ戦いそうだけど、俺、ほとんど全ての会社でできんじゃないかなっていうぐらい、俺が多分最初営業入るっけ。で、一人人事とかで入るっけ。で、もう一人ぐらいなんかちょっと、こう、なんつうの。こう、ちゃんと新しい部署で結果出すみたいなところで入って、で、3人でちょいちょい連絡取り合いながら、いや、あいつ抑えてたらいいよ。あ、わかったわかった。とか言いながら、んで、なんかこう、みんなで3年間の社長になるプロジェクトみたいなのを組んで。で、社長になったら飽きて辞める。いや、即辞める。ゼロに近いよ。ゼロに近いよ、そら。さっきのさ、幸せとお金みたいな感じの話の時に、大ベース、まあ、匠さんも今言ってたことだけど、幸せっていうのの条件みたいなことを言い出した時点で、お金とか時間とかっていう話が来るじゃん。はい、なんかそれを揃えるっていう人って大体、それを満たすことをずっと描きながら死んでいくって思うんですね。やっぱまあ、ベタだけど、まあ、自由も幸せも全部そうけど、感じるものなわけだから、先延ばししちゃダメなんでね。そのこうなったら幸せって思ってるまま死んでいくわけよ、ずっと。ずっと幸せを感じれるまま。うん。だからなんか、その、お金が幸せとリンクしてるみたいなことを、一回全部外して、
すごいこうなんか、フラットな気持ちみたいな、気持ちですみたいなところで生きてて、で、こうなんか、楽しくやってると、さっきの、お金は増幅させるだけだっていうのと、ま、俺同じこと言いたいんだけど、なんか結局その自分の俺は気持ちに注目してるわけよ。だから、うわ、なんか超ハッピーじゃないみたいな気持ち、なんかもっといや、なんか、すっげえよく寝れて、シャワー浴びて、外出たら今日いい天気の超気持ちいい日でした。さらになんか、ちょっと俺が信号とか遅れそうになった時におばあちゃんとかいて、しわじゃ危ないよとか言って、ありがとね、とかなっちゃったら、もうマジ神じゃないみたいな時間じゃない。なんかわかる。なんか、もうよかったね、生きててぐらい。なんか楽しい、気持ちいい時間みたいな。それが最終ゴールでしょ、っていうか、目指してる。なんかそれを、まあ、なるべく多くすることぐらい。が、だから俺は多分、世界平和とか言ってんのも、そういう風に生きていきたいからであって、自分が。もっと言えば。なんか、一番その感じたことみたいなことへの評価の高さというか、なんかこのチェックポイントが、どんな感じみたいな、あ、今ちょいい感じみたいな、なんかそれがゴールっていうか、なんかそれをなるべく多くできればいいわけで、常にお金が必要な時もあるし、必要じゃない時もあるし、なんか、っていうぐらいの、なんかその、俺は一項目っていうの、なんかその、で、結構そういう気持ちになるのに、俺意外と、まあもちろん、俺にとってさやかの機嫌とか、さやかの俺に対する態度とか結構大きな要素だったり、子供たちの俺に対する態度だったり、まあまあ大きな要素だったり、あとなんか、もちろん体調とかももちろん大きな要素だったり、あと、天候とか気候とか。俺結構なんかそういうの好きで。なんか今日なんか外出て、わーっとかいい風来ただけで、マジ今日神とか思っちゃって、もうこれ座って。今日気持ちよかったよ。ああ、そうそうそう。ちょっと俺ちゃジャンパーが熱かったんだけど。今日気持ちよかったよ、ね。そういうの大切ね。ね、なんか、その一項目、自分の幸せだなーみたいな。それなんか条件じゃなくて、感じる、たことを分析してみると、なんかちょっとその一個が俺にとってお金っていうことくらいで、なんかあまり深く考えてないっていうのと、あとなんか一個すごく興味があるのは、あくまでこの資本主義ワールドじゃん俺たち、だからこうそのまさにユニバーサルベーシックインカムとかもそうだけど、共産主義が描いた世界もそうだし、なんか。そういうとこもありっていうふうに考えながらいかねっていうのがあって、はいはい、なんかその俺たちが資本主義の中で活躍していこうっていうのが一個あるじゃん、でまあ方法も多分俺は見えてるし、だけどちょっともうちょっと考えて、なんかまあそのなんかヒッピー村自分らで作るみたいな発想じゃないけど、こうまあ地域通貨とかいろんなあんじゃん。でもなんか俺らちょっとそういうことをもうちょっと面白がってもいいのかなっていうか、なんかで小さいサンプルを作るっていうこうルールのもと、例えば30人とかが暮らしてるとか、それによってちっちゃいサンプルを作ってみるけど、それが最強だったらこの時代だから一瞬にして世界に、拡散される、パクると思うんだよね。だからあくまで俺らはいろんな流れの中で人類のそのたまに46億年に引こうっていうか、今偶然資本主義のこのシステムの中でお金っていうものと付き合ってるに過ぎなくて、でみんなそれを誰か変えてきた人がいるわけだから、もしかしたら俺らかもしれないっていうか、まだ残りね、たくみさんもあと6年しかないかもしれない。あ、ごめんなさい。けど、なんか、そういうぐらいの視点持ちたくねみたいな。いや、結局さ、ビットコインを作った人たちって、ドルに代わる基軸通貨作ろうっていうところからスタートしてるわけ。だから集まってくるやつが変態だよね。だからあの辺がエバーノート作ったり、なってるわけよ。だから、このワールドピースのコンセプトで集まってくる人は変態だよね。だから、面白い人生になるよね。だからすごい楽しいなって。俺もここに来る前もさ、またあの、自然エネルギーの、
結構でっかいチームってだったんだけど、あいつらもなんかすごいこうワールドピースっていう響きっていうかが、あやむくんが迷わず言ってる感じ、まあちょっと年下ぐらいで結構中心人物だからさ、時にあっと思うんだよねみたいな、なんかどうしても知らない間にどうやって一件でも多く自然エネルギーに切り替えさせるかみたいな、で自然エネルギーの方がいいでしょみたいなご利用しみたいな雰囲気がノルマとかかかってきてとかある中で、そうだよねつって、なんかその当たり前だけど世界平和になっていくために、なんかこうやっていくってことだったんだよな、多分根っこはみたいな、そうじゃないかエネルギーのことになんて正直関わってなかったんだよな、みたいな、なんかことを思い出したみたいな、で一緒にやっていこうみたいな、なんかね、そういうのなんかこう今うねってきてるっていうか、みんなもともとあって、なんかこう世界平和にまで言わないけど、なんか人間っていうこう生物みたいなのが優れたところがあるとすれば、やっぱりもちろん競争して勝っていきたいみたいなところも DNA にあると思うけど、やっぱりなんか、なんか象よりさ人間の方が助け合ったりしてると思うんだよ。なんか。天才はね、宇宙とか世界を語るよね。を主語する。で、秀才は、我々とか、僕たちの組織はっていうのを主語する、ね。で、凡人は、私とかあなたを主語にする。でね、多数決取ると凡人が多いから、負ける。勝ちたいな多数決取っちゃダメなんだよ。要は、こう、クレイジーなカリスマがセンスよくこっちだっていう、特に変化の激しい時はさ、みんな変化を嫌うから、っていうことは凡人は変化をしない方に手を挙げるよね。変化してんのよ。だからこそ今みたいなこの時代はね、変態が必要なの。あなたもそうでしょ。いや、私も変態だけど、変態、今2級ぐらいだから。変態5段ぐらいだから。でも面白いよね。結局さ、資本主義とかさ、共産主義とかさ、そんなんだってさ、誰かここに来ちゃって。そう。だから、別に、俺らと別に変わんないわけだ。なんか、何にも。そう思うとさ、ちょっとまあ、資本主義カルチャーでさ、まあまあ頑張ってきたじゃん。だけどさ、まだ残り半分近くあるわけだしさ。なんかちょっと、その辺、まだ俺も、じゃあ何ってまだ思いついてないけど、ちょっとなんかその、46億年の物語っていう本読んでないでしょ。俺多分勧めてた。読めない。またメールする。面白いんだよ、トイレに置いとくと。結構トイレが長くなっちゃうんだけど。すっげえナチュラルに、なんかちょっと結構分厚い本なんだけど、すっげえ読みやすいし、素ばっかで。46億年の物語。なんか、本当に、なんかその、生物が、あ、違う違う。宇宙が誕生してからかな。ごめん、忘れした。地球が誕生してから。あ、忘れした。今日までの。から、物語で。で、なんか、あ、なんかこんな感じでいろんなことが起こってきたのね、みたいな。なんか、帰り見れる。めんどくさくないな、まあまあ。なんか、パラパラって、興味あるとこだけちょっと読めばいい、みたいな。ずらーって見て。そういうふうに見てると、なんか別に、自分主義とか、街なんか。で、今週の第2位見から。なんか妙に、完全にでもそれベースの、思考回路になってるじゃん。今日もお金の話とか仕事の話。で、なんか、大冒険でもユニバーサルベーシックインカムぐらいのさ、話になってるけど、ちょっと待ってやと思って。で、単純になんか思いついて、ちっちゃいサンプルを作ればいいんだから。そのなんかほら、なんか思いついてどうじゃねえ、やっぱり資本主義とか、会話してもつまんないじゃん。だけど、もし本当にピンとくることがあったとしたら、例えばどっか気持ちいい場所を借りて、そこで、そういう暮らしをしてみて、そのシステムで。で、もしね、5年とか経って、超よくねみたいになったら、急に世界中パクってくるぞ、みたいな。愛の反対は、無関心だって、マザー・テレサが言って、僕はその言葉がすっごく救われた言葉で、で、タクはいつもいつも、その、成功したいが上に、その仲間を、お前道具だと思ってんじゃねえかって、よくリーダーから叱られてたの。そんなことないよって言った。あいつらは寝てるけど、俺は寝ずしてあいつら手伝ってんだぜって言うんだけど、それはお前が成功したいから寝ずにやってるだけ。そうなんだけど、つって。
結果的にみんな得してんじゃないですかって、そこじゃ割り切れないんだってっていう、タクに愛を感じない。すっごい怒られてで、若い、20歳、21。うん、で、マザーテレサ、愛の反対は無関心。あ、というか無関心の反対は愛なの？だったらすぐできるみたいな。だったらすぐできる。それまでは、俺は、だからついてきたら大丈夫だよってやってたわけ。だから、大宣伝してたわけ。うん、山崎匠、大安売り。皆さん、どうぞ、ついてきてください。うん、それが、あ、無関心の反対が愛だったら、その人に関心持ったらいいんでしょって。名前どうやって漢字で書くの？お父さんお母さん何の仕事やってんの？やっていって、その人のことを知れば知るほど、要はなんていうの？下手すると連れてきた親友の人より、たった30分、40分で僕の方がその人のことをよく知っていくわけ。で質問していくと、え、お前ってそうだったの？ってお前ら何年の付き合いなの？みたいな。要はなんか表で付き合ってるから、知らないんだよね。親友と呼んでる人がその人のこと。へえ、なるほどってなってくると、ガツンと人間関係が出来上がってくるっていう、それが僕は誰でも使えて、すぐに実行できて、人と仲良くなれる方法かなって。それさ、匠さんの中でさ、もともと、その、じゃあいろんな人に関心がある感じだったか、ある程度、そういう自分になっていこうとして、いい意味で作って、こう自分という性格をそういうふうに、作り上げてきた感じ。うん。作り上げてきた。やっぱそうだよ、今の言い方が、うん、多分。ミーミーミーだったからね。あ、そうだよね。だから、そっか。俺よくほら、よく、匠さんと話してるけど、西郷隆盛が好きなのは、その、性格は変えられるって言い切ること。で、彼はああいうキャラクターじゃ全くないから。世の中が持ってる。最前線のバチバチの、あの、指揮者だから。全然こんなでっかくてまったりとかの人じゃないから、本当は。あの、薩摩のね。だけど、その、自分がああいう、こう、普段はドンとしてて、打てば響くみたいな、人がかっこいいと思って、そっちに、サゴドンみたいな方に、どんどんなっていったって、大きく言うとね。なんか、縛りを取り読むともっと超細かいけど。で、なんか、今のも聞いてて、そう、まあ、ある程度もちろんその性質はあったんだろうけど、やっぱ、そういうふうに、な自分がいいなって言ってなっていったわけ。そうだね。ただ義務じゃないの。そう、うん。本当にその人の話の中から面白い話が出てくるし、それをね、引きずり出すの得意だと思う。もうその人、めっちゃ面白いな、お前っつって、友達の方も、本当ですね、みたいな。だからそれが僕は人と繋がるっていう感覚。それどうですか？いや、今のでもう一個あって、あの、俺は大好きな灰谷健次郎さんっていう、あの人の言葉で、今はまさに同じだけど、人を愛するっていうことは、その人のことを知るっていうことだっていう言葉があって、なんか、俺もすぐ意味が分かんなかったんだけど、そう、今みたいなことなんだろうなっていう、なんかこう、その人に関心を持ち、なんかこう、いろいろ聞いて、その人のことを分かっていくっていうことが、結局、その人を愛する。そうそう、自然に分かってくれば行動も変わるでしょとか。なんか、その、だから結局愛せるってことは知っていくってことなんだっていうのを、結構若い時読んで、さやかとのこともよく考えて、海とかさ、子供のこととかも。なんか、いっぱい、俺も比較的自分が喋りたい人だから、あんま人に質問しないんだけど。だけど、意識的にこう、さやかとか海と空に、なんかのことをもっと知ろうっていう、時にいつもその言葉を思い出す。なるほど、ね。ただ愛そうとか言われてもさ、ね、何していいか分かんないよねみたいな、なんか、プレゼントとかあげるとかさ、元気とか言う、なんか分かんないじゃん。優しくするとか言われても。知ればいいのか、愛するって。っていう、なんか、のは、これすごいよね。愛するとはその人を知ることなんだっていうのは、本当にね、深いよね。あと、今日友達が来てて、その友達にアンガーマネジメントっていうのを教えてもらったら、怒りをどうやってコントロールするかっていうか、どうやって向き合うか。でその怒りっていうのは二次感情だということで、その、例えば、例えば彼女に、今度の日曜日映画行こうぜって言って、ちょっと待ってください。その日ちょっと、あれ、ちょっと動かしてみるみたいな。俺もなんとかできると思うから、って言って、ごめん、明日行けなくなったんだってこうなったりする。どういう、しよう
仕事を動かしたんですよってこうなるじゃない。うん、そうすると、怒りで来たらさ、うん、お前俺だっていろいろあるんだぞっていう、うん、その上に乗っていくような声で、うん、で、そのアンガーマネジメントっていうのは、その怒りはだ、あの、二次感情で、うん、その怒りを持ってくる前の一次感情があってからの二次感情で、うん、で、ここをまず考えてみましょう。うん、で、なんで、ってなったかっていうと、うん、会いたかったんだけど、残念。というか、映画が行きたかったわけじゃなくて、久しぶりに会えるって、もう、めっちゃ楽しみにしてたんだけど、が一時間上で。で、カチンと来るわけだね。どういうことみたいな。その一時間上をしっかり自分が知ることだし、伝えることって大切だっていう話から、すごい、なんかそこからなんか進行していってて、僕。すべてが二次感情だよねって思うわけ。で、もう一個手前に一次感情があって、うん、ここはブラフにして隠してて、うん、みんな上でゲームやってるよっていう感じが。なるほど、なるほど。なんか最初二次って言われてちょっと意味が分かんなかったけど、ね、喜怒哀楽って一次じゃねって思うじゃん。一瞬。だけどか。その前にあるよ、ね。で、その一次感情はもう愛しかないんだよね。うん、愛をベースに出てきてる感情なので、うん一時感情を、まず喋るか喋らないかの前に、ちょっと今、わけわかんねえと思ってる人もいると思うので、ちょっと待って、何が一時感情なんだろうっていう思考が始まることだし、それを自分でこう、あ、こういう思いがあるからこんな感情になったのか、こういう思いがあるからこういう感情になったのかっていうのを自分が知るようになりだしたら、人生が変わるような気がして、かつこれを伝えれるようになると愛の具現になってくるので、要は I love you なんだよね、これ。あの、言葉は変わってるけど、I love you しか出てこないよね。だから、これは、人と人が平和になるぞって。確かに、今を聞いて思ったけど、うん、俺も、まあ、しょっちゅうさやかと喧嘩してて、うんうん、あんまりこういう会話ではさやかは対抗できないから、うんうん、すぐメールを送ってくるわけよ。うん、LINE とか。時に全くいつも同じパターンで、さっき起こったのは、っていう感じから始まってきて、その、一時間上の方の話が出てくる。なるほど、なるほど。で、大体言い方っていうことになるんだけど、うんうん、私は歩に馬鹿にされてるっていうのが嫌なのっていう。それが一時間上だよね、うん。うん。だから、なんか歩が言ってたことはもういいけど、内容は。言い方が、その馬鹿にしたような言い方をした。だからそこに、なんか、怒りの原因があったんだとか、うん、なんかそういう声。そういう感じをか、で、まさに一時感情を書いてくるわけ。ああ、そっか、それだったのか、と思って、俺はこっちのこと考えちゃって、なんか、面白いなと思って、うん、今の。で、それはなんか、一時感情の方は言い方ででも変えれるのかもね。その、あ、例えばだけど、うん、仕事の話をしてきたときに、なんかちょっと細かくなってきたら、さやかがぐちゃぐちゃ言ってきたときに、どう、なんか俺わかんねえだろうな、って思って、感じになっちゃう。なるほど。うん。それを、馬鹿にしたような言い方で言うのが嫌で、それは多分同じ、それは分かんないでしょっていう、うん、でも、なんか、思ってくれることはありがとう。って言えば、分かんねえだろっていうメッセージは同じなんだけど、多分もういいんだよね。そういう方すれば、馬鹿にされてないから。なんか、いつもそんなことを考えてて、そっかそっかっていう。なんかこう、まさにその、怒っちゃったからしょうがねえよって思う自分もいたけど、よりは、あっちはここで怒ってんじゃないっていうか、なんか、なんかこっちの大事に、まさに愛じゃないけど、大事に思ってるよっていうことが、伝わってれば、その後は何でも本当はいいんだみたいな。そうなんだ。これはもう本当に最近教えていただいて、なるほどってなってるんで、何の形、あの、この体型も作られてないし、まだ深みもないんだけど、だけどね、大変なことを知ったぞっていう感じはするわけよ。これはちょっと研究する余地ありだなっていうか、研究の対象にすべきだなっていうことを感じてる。あれじゃない？口癖でさ、思ったの。今ね。例えば、なんで俺が怒っちゃうかなと今思ったんだけど、っていう口癖を持っとけば、なんか、人と会うときにね。なんか今ちょっと怒っちゃったんだけど、なんで怒っちゃったのかなって思ったんだけど。っていう、例えばだけど、そしたらなんかいつもそっちに行きそうじゃない？なるよね。俺さ、もしかするとお前以上にお前に期待してんだよねっていう、それが出てくるよ。だから、愛しかないんだよね。この一時感情には。だから、
人間関係うまくするっていうのは一つのテクみたいな、テクニックみたいな世界観っていうのが、やっぱりこう感じてしまうんだけど、うんうん、実は一次感情で喋るとテクニックはいらないんだよね。うんうん、あとその人の存在の大きさ小ささみたいなのが関係なくなって、うん、その、偉い人も一名で、うん、普通の人も一名みたいな、うん、その一次感情で話し合った時はそれが出てくるな。確かに、でもそう、俺なんか思ったのは、その、こう、一次感情みたいのをなるべく出すために、俺はなんか結構自分で口癖があるなと思って、うん、ぶっちゃけとか、うん、なんか言うもんね、すぐ、うんうん。そう、なんか用意されるわけよね。うん、うんうん、あと、要は、とか、うんうん。うん。なんか、そういう、うんうん、こう、口癖が用意されてて、それが、人間関係って話で言うとね、うん、その人と、こう、なるべく早く仲良くなったり、その人も、こう、オープンにしてくれたりするための、なんか、でもそれは俺、今言ってたように、あんまテクニカルに考えてやってることではないのね。多分自然にしても、一次感情を出そう、あっちにも、まあ一次感情っていうか、思ってることそのままボンと出して欲しいっていうのがあるから、便利だから、口癖が生まれてきてるのかなって、今なんかちょっと、話しながら、うん、扉が開くからね。うん、扉が開くからね。アイメンが言ってるそのハワイでの学校、まあ、一番目はサマースクールからスタートしてって学校になっていくっていう、地球上で言うと本当に点みたいなところなんですけど、それが一個ポトンと落ちることがすごい大きいことだと思っていて、で、ピースデイね、うん、ある男の人が戦争なくせないんだったら、一日だけ地球上から戦争がない日ってできないのっていうところからこう動いていって、本当にそれ国連が動いて実現してるんですよ今。9月21日、これ地球上から一日だけ戦争がなくなってるんですよ。で、国連加盟国2カ国からの推薦があると議題に挙げてもらえて、それが通ってある一人の男から始まって実現してるね。で、9月21日今回ね。ちょうど今年だ。日本はピース、ワールドピース、うん、ピースデイだね。ピースデイっていう、うん、まあ、イベントね。そうそう、フェス、野外フェスね。野外フェスやるんですけど。でそれみたいな感じで、一個点がポンと落ちることが、ものすごく重要で、365日はできないけど、1日はできるじゃんっていうことだと思うんですよね。それと一緒で、仲間、200億の仲間と繋がってる、人がこの国に一人いるっていうことがすごく重要だと思っているんです。で、僕の特にやりたいことは、ワールドピースっていうこのアズミーな世界観をいかにスタイリッシュにカジュアルにするかっていうのが、僕は誰もができる、誰もっていうの中にワールドピースがあるべきだと、したいタイプ。なので、ワールドピースですかっていう、その人が帰りには、自分のワールドピースがもう始めれるようなことができたらいいな。かつ、スタイリッシュじゃないといけないなと思っている。ホワイトバンド的な感じみたいなことができたらいいなって。で、それは何なのかっていうと、僕らは昭和なので、獲得していくっていうカルチャーで、育ってきたんですけど、平成生まれ、平成育ちの人は繋がるっていうカルチャーだと思うんですよ。この令和っていうのは、貢献っていうカルチャーに変わっていくんじゃないかなって。思っていて、それを貢献しましょうねっていうスローガンにしてしまうと、また、風化しやすいので、テンプレートにするべきだと思って、今僕は4ステップっていうテンプレートを、知ってですね、これ使えるわって、これヒットしやすいって思って、今はど真ん中に置いて動き始めてるっていう。で、4ステップ軽くちょっと説明して、この回は終わると思うんですけど、明確な目標を持つ。あ、さっきの4段階とまた別。うん。ああ。で、それをね、上に上がっていくのは貢献だっていうことで、まず、で、貢献だって言うと、そうだって言って3日経つと、日々にまみれるので、うんうん、明確な個人的な目標。3キロ痩せたいとか、うん、10万月収上げたいとか、借金返したいとか。で、2つ目は、同じような志を持つパートナーを見つける。あ、俺も痩せたいんだよね、とか。俺も収入上げたい。10万とは言えないけど、2万でいいから上げたい。みたいな。
同じような志を持つパートナーを見つける。三つ目は、週に1時間その人のためにサポートする。例えば、ダイエットで成功した人を見つけたからさ、3人でお茶しようとか、もしくは、仕事を、この人のくれる仕事がやりたいことかどうかわかんないけど、探してる人がいるから、一回二人で会いに行かないとか、とにかく、その、自分の手に入れるために頑張るんじゃなくて、その人がそうなるためにサポートしていくっていう。これやってみてほしいんですけど、やり出すとね、その人以外もサポートしたくなってくるの。なんか癖になっちゃうというか、それが開いてる瞬間だと思うんですけど。で、四つ目がすごく大切で、この世界は幻なのに、明確に自分が形づけてるのは認識じゃないですか。で、認識してる場所を変えてから、認識してるここを変えていかないと、世界をどんなに変えても、認識が変わらない限り安定してるじゃないですか。で、それは何をするかというと、毎夜毎夜眠るときに、私、人の役に立ってるわ、今日あのおばあちゃんめっちゃ嬉しそうだった、カーって寝るっていう。その、自分がこの、ベータ波、アルファ波、シータ波に落ちていくときに、貢献している自分のイメージを認識させていくことが最高の瞑想になるんですって。で、この、目標パートナー、コントリビューション。自分が誰かの役に週に1時間。週に1時間だったら誰でもできる。で、週に1時間やっていきながら、毎日毎日、それを何度も自分の中でこう練り込んでいくっていう。これをやっていくと、これだったら続けられると思うね。で、そうすると上がっていくんじゃないかなっていう、今それを実験中ですね。でも確かにその、質問、最初いきなりないじゃん、あんまり。今日今だって今日役に立ったって言われたら微妙みたいなさ。なかなか来るとき席譲ったりしてた人あんまりいないわけでしょ。で、なんか、だけど、毎日夜その質問が来ると思って生きてると、探すよね。なんかちょっと、夜寝るときに、今日こんなことで人の役に立ったなって言わなきゃいけないわけじゃん、自分的に。となると結構夜8時頃からちょっといろいろ考え始める。ちょっとコンビニとかでおばあちゃん倒れてるかなみたいな。探すよね。余計な手伝いとかしちゃったんだから。中国人とかにちょっと俺が訳してやろうかとか。でもそういうことだと俺なんか思うんだよね。多分その前の質問する意味が。この中テンプレートは続けられるから、自己肯定感が上がりやすいかなっていう。でも今言われて、確かになんか自分のそういう日記とは言わないけどメモみたいなものに、俺あいつ喜んでたなとか、なんかそういうのよく書いてる。だから自分に言ってんだね。そういうふうにね。だから寝る前にやりましょうとか言われると、ちょっと俺ロックンローラーだからちょっときついやって。それはちょっと受け入れられないんだけど、なんか、正直俺やってる。でも多分その時間を見つけて、やろうと思ってないよ。でもなんか今言われた時、周りの、なんか、サーカー喜んでたな、ミトサーカー喜んでたな、あの友達がいい顔してたな、今日来てくれた人いい顔してたな、とか、書いてる。やっぱ、で、それ自分で確かめてるね。要は同じことだよね、寝る前じゃないけど。しかも寝る前、ヒーローもの必ず漫画読みながら寝るからね。そう。あれが入ってくるよね。あれは、そう考えたらそのタイミングでそうだね。そう。もうほぼ 100% に近いから、まあ、ちょい酔っ払って寝ちゃう時あるけど、それ以外は本当に、俺、歩く漫画喫茶だからさ、2800冊、900冊ぐらいで漫画が入ってるわけ、iPad に。それ絶対いつも持ってるから。で、こう、今もまた、そうそう思うとくよ。なんか、三国志のやつまた読んでるし。だからそれを読みながら寝るっていうのが決まりだから。アルファシータ波に入ってくときが重要なんでね。あそこ心配しながら寝ちゃう人多いから。あ、その、やっぱそこにあるんだ。あるポンって入るんだ。寝る前に。このベータになってるでしょ、こう、その、起きてる感じじゃない、それがもわっとするじゃない、あれが重要みたいね。あそこにどんな情報を入れるかっていうのが。だからね、今日いいこと、あれ何にもできてないじゃん。10年前、そういや、あの時、クワガタあげた子供、誰か知らないけど喜ばんでて、ガーって抜いてくる。結局、要は認識が作ってる世界なのね。別に過去でもいいから持ってきて、そうやって寝るといいですよっていう。今、そこ研究中なんで。今年の冬ぐらいにはこれ本にして出せるようにしたいと思うんですよ。でも、その寝る前の時間のコントロールっていうのはやればできるよね。できる。みんないいんじゃないですか。なんか、ワンピースとかばっか読んでたらさ、ルフィっぽくなってくる。わかんない。なんか、ウソップみたいになっちゃうかもしれない。それはそれでいいかもしれない。